遊び行った。いやもちさんね、お世話が下手、俺おごられてるから、そう、肉もね自分じゃ焼かないんだよ。でもちさん自分で焼けって言ってたけど、俺の肉は焼いてもらわないと。俺の肉は焼いてもらわないといけないから、それは困りますよと。で途中からね焼いてくれた。そう、で焼いてもらったのに焦がすとめっちゃ文句言ってた俺が。え、嘘じゃん、もちさん外に来てる。あ、いいな、いた。不器さで勝ったな。あぶねえ。で、そう。でさ、あの人めっちゃ豪快に焼くから、もう火がすごくて、火がすごくてさ、もう俺壁に張り付いて退避してさ、で、退避してる最中に店員さんが来て、俺が壁に張り付いてる姿を見られた。あ、いや、違うな。あれだ。料理が運ばれてく、なんかコース料理みたいなのを取ってくれてて、で、コース料理が来るタイミングがすげえいいから、え、これカメラついてんじゃない?みたいな話をして、カメラついてるんだとしたら、俺がビビって張り付いてるとこ全部丸見えっすかっていう話をして、談笑してた。外に出ることないから、雑談の種にする。俺を。いや、まあまあ高かったんじゃない?な、めっちゃ美味しかったもん。油いっぱいあって。